よく粘っこいピッチャーだなってイメージですね。粘りがあるんですか。はい、あといい時はやっぱり高めに来ない、ね、この辺りがセンター近本、バックしてバックして入りました。さあランナー走った、セーフです。さあバッテリーエラーでも1点というような状況を作った。そしてこの辺りはショートです。一塁送球、スリーアウト、ランナー三塁まで背負います。初球右方向高く上がりました。三塁ランナーの亀笠、そして優先の対決になりました。この当たりは右中間、落ちた落ちた落ちた、三塁ランナーが帰ってくる。能見から森谷に変わりました。ゲレーロの当たり、レフト方向、レフトバック、レフトバック、フェンスに手をついてジャンプしてフェンスに当たりました。三塁ランナーが三塁を回る。そして8回の表のタイガースの攻撃です。さあレフトが下がって下がって下がっていってレフトスタンドに入ります。はい、ベンチャーも絶対チャンスあると言ってると思いますよ。太めの当たりがどうか、太めもポール際、ポール際入った、ホームラン。このような急速のチェンジアップが、そうなんですよね、本当に引っ張りました。ファースト岡本が抑えてスリーアウト。ジャイアンツ4対2で勝利を収めました。高橋優希、そしてその後高木、鍵谷、デラロサとつなぐ。